お元気ですか、ボクシュミです。今回は 2023NPB ラグジュアリーコレクションの開封動画でございます。こちらは1パックカード6枚入りで1ボックス6パック入りでございます。それでは早速ね、開封していきたいと思います。はい、では6パック開けていきたいと思います。ではね、1パック目でございます。西武ライオンズの児玉亮介、内野手でございます。楽天イーグルスの島本博、捕手でございます。で、広島東洋カープの長谷部銀次投手のこちらね、限定版でございます。こちらがですね、199分の193となっております。限定版でございます。中日の田中美希也、内野手でございます。ソフトバンクホークスの生見、外野手でございます。で、阪神のトイレージ、内野手でございます。2袋目でございます。中日ドラゴンズの高橋宏斗、投手でございます。ヤクルトの西村塁と内野手でございます。で、阪神タイガースのトイレージ内野手の限定版でございます。こちらがね、199分の100、ごめんなさい、161でございます。で、千葉ロッテの佐々木朗希投手でございます。中日ドラゴンズの松村海斗、内野手でございます。で、西武ライオンズの野田海斗、捕手でございます。3袋目でございます。中日ドラゴンズの浜翔之介、内野手でございます。西武ライオンズの秋山みなと、投手でございます。阪神タイガースの門別圭斗、投手でございます。で、中日ドラゴンズの林拓磨、内野手の、これも限定版でございます。199分の74となっております。日本ハムファイターズの金村翔馬、投手でございます。広島東洋カープの清水かなと、捕手でございます。4袋目やっていきたいと思います。おっと、失礼しました。楽天の駒子隆二、投手でございます。で、千葉ロッテの金田裕太、内野手の、こちらもね、限定版でございます。199分の136となっています。ちょっと見えにくいかもしれませんけどね。はい、これ限定版でございます。横浜の吉野照樹、投手でございます。ソフトバンクホークスの大野和夫、投手でございます。読売ジャイアンツの船狭間博正、投手でございます。で、オリックスの外に雄平、投手でございます。5袋目でございます。中日ドラゴンズの荒木正弘、内野手でございます。千葉ロッテの菊池陸、投手でございます。
で、オリックスの曽谷龍平投手のこちらもね、限定版でございます。199分の15でございます。阪神タイガースの佐藤輝明、内野手でございます。日本ハムファイターズの奈良間大輝、内野手でございます。ヤクルトスワローズの村上宗隆、内野手でございます。で、最後、6袋目でございます。横浜 GNA の林拓磨、内野手でございます。で、楽天の田中将大投手でございます。で、読売ジャイアンツの田中千春投手でございます。田中千春投手でございます。で、ソフトバンクホークスの大津陽介投手でございます。で、ヤクルトの坂口智隆外野手でございまして、直筆サインカードでございます。で、こちらですね。我が日本ハムファイターズが出ますね。矢沢浩太。投手兼、ね、内野手の直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、36分の32となっております。ちょっと見えにくいかもしれませんけどね。久しぶりのね、日ハムから、ゲットいたしました。はい。以上で、2023NPB ラグジュアリーコレクションの開封動画終わりたいと思います。で、またね、新たにもう一箱ね、購入しましたので、また開封動画として上げていきたいと思います。また、メンバーシップ限定で、女子代表のホッケーの方を上げておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。